Hey everybody, it's the Virgo Monster back at y'all. Again, thank you for coming to my channel. And today, what we'll be doing is watching the Demon Slayer second arc, The Red Light District. It's been a while since I've been watching Demon Slayer. I kind of just was watching other anime, and now I'm finally getting back to it. And I am ready to see what happens with Tanjiro and the gang, because from the train arc, man, okay, so I haven't seen any of these episodes. I'm ready to watch them. I've been seeing like different clips on Twitter, online, social media, and I am not trying to get spoiled at all with this because it looks like it's about to be off the chain for real, for real. All right, so we ain't new to this, we true to this, and we're about to go ahead and get started with Demon Slayer. Rengoku. Rengoku-san. Rengoku-san. Ore wa ore no sekimu wo matto suru. Koko ni iru mono wa dare mo shirase nai. Rengoku, fire breathing. The champ is here. Do all that in one motion, just slice through and come up and go back up. Oh my gosh. Kokoro wo moyase. Rengoku-san. Trash. I'm getting teary-eyed already, like again. Oh my gosh. バカ野郎、バカ野郎、ヒョウボラ。
京次郎の思い、みんなでつないでいこう。That's the kid from the shop, right? With the lady. Yeah, it has to be. Mm-hmm. That's what I'm going with. That's what I'm going with. まあ、本当に利発そうな子ですわね。いや、私も子供を授からず落ち込んでいましたが、いい子が来てくれて安心です。 Never mind. You know who it is, I guess. A random little boy just come to y'all, right? Every day, I'm happy. あの年のことは思えないくらい物腰も柔らかで、血のつながりはなくとも親子の情は通うもの。私の後はあの子に継がせますよ。羨ましいな。うちのバカ息子と取り替えてほしいくらいだ。よくできた子です、本当に。ただ皮膚の病にかかっていまして、昼間は外に出られないのです。まあかわいそうに。その特効薬もね、うちの会社で作れたらと思っているんです。一日でも早く。I knew someone was up. ご報告に参りました、ムザン様。例のものは見つけたのか？調べましたが、確かな情報はなく、存在も確認できず、青い彼岸花は見つかりませんでした。But the red ones are in like every anime though. ムザン様のご期待に応えられるよう、これからも尽力いたします。ご命令通り、柱の一人は始末してまいりましたので、ご安心くださいませ。何か思い違いをしているようだな、赤座。たかが柱、それを始末したから何だというのか。鬼が人間に勝つのは当然のことだろう。私の望みは鬼殺隊の殲滅。一人残らず叩き殺して二度と私の視界に入らせないこと。複雑なことではないはずだ。それなのに未だ叶わぬ。どういうことなんだ。
お前は得意げに柱を殺したと報告するが、あの場にはまだ3人の鬼狩りがいた。なぜ始末してこなかった？わざわざ近くにいたお前を向かわせたというのに。赤さ。Well, you almost got your ass beat. Right. お前には失望した。まさか柱でもない剣士から一撃を受けるとは、上弦の三も落ちたものだな。下がる。大きな音がしたけど、大丈夫かい？次会ったときはお前の脳髄をぶちまけてやる。炭治郎でも落ち込んだりダメかもしれないって思っちゃうことあるんだな。そりゃそうだよな。煉獄さんみたいな鍛え抜かれた音がする人でさえ死んじゃったんだからな。悲しいし取り乱すよな。伊之助だってギャン泣きだった。いっぱい悔しかったんだろうな。どんな強そうな人だって苦しいことや悲しいことがあるんだよな。だけどずっとうずくまってたって仕方ないから、傷ついた心を叩いて叩いて立ち上がる。煉獄さんもきっとそういう人だったはず。そういう音の人だった。ちょっと風変わりだったけど強くて優しい音だった。炭治郎、こっそりまんじゅうもらってきたから食おうぜ。全然大丈夫。どうしたの？焦点が大丈夫じゃないです。本当にごめんなさい。炭治郎さんがここにもいなくて、炭治郎さんが熱が治ってないのに鍛錬なさってて、しのぶ様もピキピキなさってて、完成にって言われてるのに。あれの傷かなり深かったんだよね。バカなの？いや、maybe after the training. Rengoku-san no karas, arigato. Rengoku-san no ii o kunde, annai shite kurete iru. Oh, with the fire breathing.教授郎さんの訃報はお聞きでしょうか。教授郎さんから
お父上と千次郎さんへの言葉を預かりましたので、お伝えに参りました。兄から。兄のことはすでに承知しておりますが、あの、大丈夫ですか？あなた顔が真っ青ですよ。やめろ。どうせくだらんことを言い残しているんだろう。大した才能もないのに剣士などなるからだ。だから死ぬんだ、くだらない。愚かな息子だ、巨次郎は。人間の能力は生まれた時から決まってる。才能のあるものはごく一部、あとは有造無造、何の価値もない塵やくただ。He about to get that word. Watch it. 教授郎もそうだ。大した才能はなかった。死ぬに決まってるだろう。千次郎、葬式は終わったんだ。いつまでもしみったれた顔をするな。ちょっと、あまりにもひどい言い方だ。そんな風に言うのはやめてください。なんだお前。出て行け。うちの指揮をまたぐな。俺は鬼殺隊の。お前、そうか。お前、火の呼吸の使い手だな。そうだろう。火の呼吸？何のことですか。早い。素人の動きじゃないぞ。父上、Guess he wasn't gonna get that word, brother. 顔を見てください。具合が悪いんですよ。うるさい、黙れ。いい加減にしろ、この一人なし。さっきから一体何なんだ、あんたは。命を落とした我が子を侮辱して、殴って。何がしたいんだ。お前、俺たちのことをバカにしているだろう。どうしてそうなるんだ。何を言ってるのかわからない。言いがかりだ。お前が火の呼吸の使い手だからだ。その耳飾りを俺は知ってる。書いてあった。あ、火の呼吸ってもしかして火の神神楽のことなのか。始まりの呼吸、一番初めに生まれた呼吸、最強の見業。そして全ての呼吸は火の呼吸の派生。全ての呼吸は火の呼吸の後追いに過ぎない。火の呼吸の猿間に押し、劣化した呼吸だ。火も水も風も全てが。どういうことだ。うちは代々炭焼きだ。家系図もある。火の呼吸、火の神神楽。いや、それよりも、そんなことよりも、火の呼吸の使い手だからといって調子に乗るなよ、小僧。乗れるわけないだろうが。今俺が自分の弱さにどれだけ打ちのめされてると思ってんだ。くそ、くそ、くそ。危ない、父は。煉獄さんの悪口言うな。あと8秒です。やめてください、父上。なんでだ。もし火の神神楽が火の呼吸だったなら、なんであの時煉獄さんを助けられなかった。なんでだ、なんでだ。なんでなんだ。やってしまった。
お茶です。どうぞ。ありがとう。ごめんね、本当に。お父さん、頭ついちゃって。大丈夫だった？大丈夫だと思います。目を覚ましたら、お酒を買いに出かけていったので。そっか。ありがとうございます。え？すっきりしました。兄を悪く言われても、僕は口答えすらできなかった。兄はどのような最後だったのでしょうか。そうですか。兄は最後まで立派に。ありがとうございます。いや、そんな力を及ばず申し訳ありません。ないでください。兄もきっとそう言いましたよね。父がよく見ていた書物には心当たりがありまして、これではないかと思うのですが。ありがとうございます。炭治郎さんが知りたいことは書かれているでしょうか。If it's the same dance his dad was doing all this all the time, I'ma just I don't know. Okay. これは。ズタズタだ。ほとんど読めない。もともとこうだったのかな。いいえ、そんなはずはないです。歴代縁柱の書は大切に保管されているものですから。おそらく父が破いたのだと思います。うん。申し訳ありません。いえ、千次郎さんのせいではないです。どうか気になさらず。わざわざ足を運んでいただいたのに、日の神神楽や父の言っていた火の呼吸について結局何も。大丈夫です。自分がやるべきことは分かっていますので、もっと鍛錬します。舞の手順を知っている日の神神楽ですら俺は使いこなせていないんです。そうなのですか。全集中の状態で日の神神楽を使うと体が思ったように動かなくなります。俺の問題です。技に体が追いついてない。全集中の常駐で体力は向上しましたが、それでも足りない。常駐できれば日一日と体力が上昇していくとのことだったけど、一瞬で強くはなれないんです。あの時俺がもっと強かったら、一瞬で煉獄さんを助けられるくらい強くなれる方法があったら。ずっと考えていました。だけどそんな都合のいい方法はない。近道なんてなかった。あがくしかない。今の自分ができる精一杯で前に進む。どんなに苦しくても悔しくても。そして俺は京次郎さんのような強い柱に必ずなります。兄には継子がいませんでした。本来なら私が継子となり、柱の控えとして実績を積まなければならなかった。でも私の日輪刀は色が変わりませんでした。ある程度の剣術を身につけないと日輪刀の色は変わらないものですか。どれだけ稽古をつけてもらっても
私はダメだった。剣士になるのは諦めます。それ以外の形で人の役に立てることをします。縁柱の継承は断たれ、長い歴史に傷がつきます。兄はきっと許してくれる。正しいと思う道を進んでください。千次郎さんを悪く言う人がいたら俺が頭突きします。それはやめた方がいいです。歴代縁柱の書は私が修復します。他の書も調べてみます。父にも聞いてみて、何か分かったらカラスを飛ばします。お話ができてよかった。気をつけてお帰りください。いえ、こちらこそありがとうございました。そうだ、炭治郎さん、これを受け取ってください。兄の日輪刀の鐔です。いただきません。こんな大切なもの、俺は持っていてほしいんです。きっとあなたを守ってくれます。Yeah, that's so sweet of his brother. ありがとう。失礼します。お戻りでしたか。あの、先ほどの。うるさい。どうでもいい、出て行け。でも兄上の。くだらん。どうせ俺への恨み事だろう。分かりきってる。さっさと出て行け。わかりました。体を大切にしてほしい。兄上が父上へ残した言葉はそれだけです。行ってまいります、父上。してるのか。苦しい。大丈夫だ、禰豆子。もうすぐ蝶屋敷に着くから。Yo, he gonna get you. Katana をなくすとどういう了見だ、貴様。剣士に劣りする。剣士に与えたら。すみません、すみません、もう本当にごめんなさい。But I feel his pain though. 鋼塚さんの追跡は夜明け近くまで続いたんだって。それで食欲ねえのか。くれ。
葵さんたちがなだめてくれなかったら昼まで続いていたと思う。おかわりいりませんか？いりませんか？くれ！葵さん、昨日ありがとう。スミちゃん、キヨちゃん、ナホちゃんも。お安い御用です。鋼塚さんは今どうしてるの？鋼塚さんなら縁側でみたらし団子を食べていらっしゃいますよ。なんとか機嫌も治ったようですよ。 That looks so good. よかった。みたらし団子は鋼塚さんの大好物なんです。送り出したら買いに行くといいですよ。俺も食いた。はいはい、後で買っておきますから。煉獄さんの死から4ヶ月が過ぎようとしていた。俺たちは毎日鍛錬をしながら、合間に入るカラスからの指令に従い、それぞれ鬼を倒しに行った。一人で行く任務の時も善逸はダダをこねなくなった。ネズコちゃんの髪を一草くれ、頑張るから。イノスケは以前よりなおさらちょっとつ猛進に。俺が砕けるまで走り込みだ。来いお前ら。一人じゃないことは。もうちょっとだ、頑張れ。幸せなことだと思う。ネズコちゃん。I'm not off with ネズコ。ホクホクせい、ホクホクせい、山寺に潜伏している鬼を討伐せよ。ホクホクせい、ホクホクせネズコ、大丈夫か？雨、濡れてないか？この辺りに鬼がいるはずなんだ。来やがった。ここまでだ。覚悟してくれ。申し訳ないけど。なめるなよ。カバー！全集中。水の呼吸。死の型。Okay, so he don't cry no more. Let's go.撃ちしよ。
かしいな。確かに物音がしたんだけど。疲れた。禰豆子、もう一息で長屋敷に着くからな。うるせえな、黙っとけ。やめてください、離してください。カノン、任務、命令、忍ぶ、浄化、葵、ナホ、柱、どうか、命令、どうか、どうか、どうかを投げて決める。心のままに。That's what I'm talking about. Kano! Kano-sama! Jimmy, don't pull me down. You're the one who just got the message just now, right? Say something, Jimmy! You're the one!女の子に何してるんだ、手を離せ。いや、群がられている。捕まっ、どっちだ。出さないです、助けてください。バカガキ。He's trying to help out everybody. Okay. Daijoubu? Hi. Oroka mono. He still got him. Ore wa moto shinobi no Uzui Tengen sama da zo. Sono kaiwai de wa hade ni nao haseta otoko. Temei no hanatsu mitai na zuzuki o kurau to omou ga. Aoi-san tachi o hanase. Kono hito sarai me.一体どういうつもりだ。変態てめえらコラ、誰に突き入ってんだコラ。俺は上官、柱だぞこの野郎。お前を柱とは認めない。無んじゃねえよ。お前が認めないから何なんだよ。この下っ端が脳みそ爆発してんのか。俺は任務で女の隊員がいるからこいつら連れて行くんだよ。継子じゃねえやつは胡蝶の許可を取る必要もない。じゃあいらね。なんてことするんだこの人でなし。落とされました。とりあえずこいつを任務に連れていく。役に立つそうもねえが、こんなのでも一応隊員だしな。人には人の事情があるんだから、無神経にいろいろつき回さないでいただきたい。葵さんを返せ。ぬるい。ぬるいね。このようなざまで地味にグダグダしているから、鬼殺隊は弱くなっていくんだろうな。葵さんの代わりに俺たちが行く。俺たちだと？Yo! Where did they come from? Okay.なんだてめえら、何が言いたい。今帰ったところだが、俺は力が有り余ってる。言ってやってもいいぜ。おいちゃんを離してもらおうか。
たとえあんたが筋肉の化け物でも俺は一歩も行かないぜ。あっそう、じゃ一緒に来ていただこうかね。やけにあっさり引き下がるな。ただし絶対俺に逆らうなよお前ら。Why is wood get deeper? 日本一色と欲にまみれたド派手な場所。鬼の住む遊郭だよ。All right, y'all. So that was the entire episode right there.Can't wait to see what's about to happen next. That was fucking amazing. It was fucking amazing. I was just like... That's all I'm giving y'all right now, but... A great episode. I enjoyed it. Can't wait for the second one. Video's coming soon, but... The Entertainment District...called the Red Light District for some people from, you know what I'm saying? Because you already know what's about to go down in that city, you know what I'm saying? So, all right, again, this is Virgo Masa, signing out.